お疲れ様です。今日は最後じゃゴブジェイプリプリデッキやっていきます。さあ今日はね、進化ゴブジェイ使っていくんですけど、まあなんか進化ゴブジェイ自体はね、正直そんな強いわけではないと思ってるんですけど、なんか地味に使われてる気がしますね。はい、まあなんか HP 半分切るとゴブリンを生み出すっていう能力ではあるんですが、まあなんか相手がペッカーとかだった時になんか意外とその生まれてきたゴブリンに竹がいって、結構ゴブジェイが残ってタワー削ってくれるみたいなことがね、ちらほらあります。はい、また2回に1回進化ならもね、ちょっといいのかな。俺はそんな、なんだろうな俺的にはそんな強くないんですけど、進化ゴブジェ意外と使われるとね、厄介な場面も多い気がしてます。はい、ってことで、まあ進化ザップもいます。進化ザップ壊れなんでね、なんだかんだなんかいろんなデッキに使われるザップを3回打てるようになります。はい、便利ですね。防衛でも強いしな、攻めでも強いしな。あれもなんか同じデッキなまさかの、ちょっと流行ってんだこのモブジェ。同じなんてことあんだね。いやちょっと違うまあちょっとだけ。さあジャイプリプリ VS ゴブジェイプリプリね。いやーこれボイドでなんか打たれるのが嫌だったりするんで、一応ケアしたけど打たれない。あーでウィザードいたわ。そういえばちょっとだけ違うっていうか全然違えのか。怖っ、痛すぎん。ウィザードちょっとまずいね。まあまあこっからね、相手がなんかウィザードとかいるとね、ゴブジェイからゴブリン生まれても何も変わんないんだよな。まあ、進化を回したいか一回。ケツゴブジェイやって、まあこのゴブジェイは正直そんな通んなくたっていい。てか通んないか、俺ウィザード突破できねえんだよ。あー進化ザップ使えばワンチャンしばけんのか。まあ無理し、え、なんかめっちゃジャイ対決強くない？ジャイ対決で本気出そうとしてんの。トリトンいるよ。プリンスいねえのか、なんだこれ。なんそれが入んねん。いやーフェニーもいるもんな、ちょっとやだな。だいぶこれまずいね。これはねタイミングを伺ってます。トリトンだいぶはげるんですけど、あいつもむずっ。ここか、え、待って、熱い行くしかない。ゴブリンが生まれまくって毒ブリがのめり込んで、いやフェニーがおい、よく耐えました、よく耐えました粘り勝ちっすね。いやまあ進化ゴブジェイ最後良かったのかどうかもまあわかんないんですけど、正直進化してたよねしてたけど、生まれてきたゴブリンがダクプリの範囲とかで結局行かれてはいたかもしれないんですが、圧はあったか。さあダガーガールね、まあ進化ゴブジェイと進化ザップのサイクルがね
一緒になれば今みたいにワンパンで持っていけることもあるか。いやマジ耐えたっすね。うわー、ウィザードちょっとしょっぱいっていうこのデッキ。マジ暇すぎる。ザップした、まあ、ブラスターなんで一応守りはするか。え、これ俺昨日動画で紹介したさ、モンクバルキリーラムダ、ウィザードいます、モンクいます。まあモンクでもそんな俺視点は反射とかされないか。いやなんか適当にさ形組んだら勝てねえかな。あ、スパーキーいたわ、最悪だ。忘れてた、これやっちまったな。変弱いっとくか。シールド入ってこれまずいかな。あーでも全然 OK、 いい耐え、よし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 、耐えた。スパイキー怖えな。ザップがあるのがね嬉しいね。まあラムライダーはダメージちょっと入っちゃうが許容か。あえてこれ真空イズと何だったっけ、進化ザップか。なんかゴブジャイプリンス行ったら勝てん、行ってみよう。あいでも進化ザップね。いやでもゴブリンが生まれる、あんま事故んねえな。あんまだった。これだけであいつきつくね。シールド割ってたまたまコウモリが来てボンバーも頑張っちゃって持つ終わるんじゃね。ナイス、いやマジだいぶチンパンで割る。相手ダガーガールだったんでね、後半が何もできてなかった。いいね、ゴブ JPP ね。ちょっと運勢は、ああこっちはダメです。ポラリスドリルだ、突破できるかな。まあ形組むだけ強いが、まあ、今回多分相手進化テスラとかあってね、結構カチカチだと思うんで、まあそういう相手には両サイド攻めてもいいな。片サイドダクプリ、片サイドゴブジャイプリンスみたいな感じで両サイド攻めも意識してもいいかもしれない。まあ取りま進化ゴブジャイ回しますか。普通に後ろからなんかゴブジャイ出すだけでいいしな。これでまあプリンスつけるかフェニーつけるか、まあフェニーぐらいつけとってもだるそうで、ナイトも咲いたんでボンバーいってもだるそう。マジは違うただ、え、これ入るよ、入んね。フェニー強い、美味しい、エサの時間やばい。いやー3発も入っちゃう感じね。おお、マジアチャ取るねか。キングギドウが嫌だな。ダックプリ持ってるんで、うん、えら、ちゃんと防衛からっすね。相手のマジアチャをヤナメザップでしばきたいんですけど、しばいたとてみたいな。いや強すぎるね。なんでそれ、インチキか。硬いだろ。いやでもこれ今結構コスト使わしたんですよ。まだ手札的に何もできない。
まあ進化テスラ強すぎるとはいえ、君も強いね。誰？シュブレック。意外といい、悪くない流れ的には。いっちゃおうかな。なんか事故りそうじゃね。ゴブリンがマシマシで、まあ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 、まあ痛いが、事故りそうじゃない。いや、まあ、それは強すぎる。ボンバーでドリルは許容できる。テスラがないんでドリルボーイもあるけど、レイジ打ってゴブリン産んで、スケとかが良かった。フェニー、マジアチャります。どれでもある。これ矢斜めレイジ削り熱いかも。ゴブジェン背中ちょっと入れば、めっちゃいい今のプレッシャーの声かった。俺なんかすごいことなってる。もしかして右が落ちるみたいな。左？何これ。やばい待って、やばい。おい、やった。オープンね。オープンね、オープンね、オープンね、オープンね。ダイナマイトカブリンのこと考えてなかったわ。さあ勝っていく。マジアチドリルにもね、いやこれよく勝ったっすわ。ポンペオ来た、バルーンだ。めっちゃ強くねこのデッキ。いや進化ゴブオリーかな。うわーやば、ポンペオくんですわ。バルーンディガーね。いやこれね、メガゴにフェニックスアーストも逆サイバルーンディガー来るんですよね。でインフェルノドラゴンもいるかもね。いやー難しいねこれ。相手のメガゴとインフェルノドラゴンを倒すのにはフェニックスを出さないといけないんですけど、まあ、出したらあれ来ちゃうんでね。すごい、いやー何とも言えないな今のは。進化ゴブリンのり働いてたんかな今。どうなんだ、わかんねえな。いやもうマジできついな、難しいな。なんか、まあ、ワンパンできればいいんで、正直それまで適当に耐えてじゃない、正直適当に耐えて一発。全然走らんやん。適当に耐えて一発ぶちかまそうぜは多分相手も同じか。でも考えが、
いやーえま強すぎん。やべえ、これ終わった。アイグラバル2が来る。これやべえ。もっとゴブリンはみ出てくれたらいいんだけど。いやこれ無理オリーンでやばすぎるんだけど。アイゴロもなんか、ああはいいやこれマジ無理だな。もうフェニックスだけだったんで、まあなんかヤナミとかあるんで、ラバには結構戦えそうなんですけどね。フェニで守ってヤナミで溶かしてとかできるけど、高回転ディガーバルーンやばいな。マジできついか。まあこの人はあれだな、枯渇呪い、なんか変なデッキのイメージあります。プリンス、まあなんか変なモジャです。もう嫌だもんなんか戦っててもうやってることがヤンキーすぎる。え、クソつまんない戦い方してない？大丈夫そう？リークがいっぱいあるからってバチが当たってんだそれ。呪いもあったんだよなイメージ。いやフキはもう帰っていいよ。キングかこれ、やめてね、やめしないでね、やめて。よし、えぐいな。端前プリンスバレル飛んでくる。いやーむず。やべ、順番が前と後ろがぐっちぐちゃ。なんで、やっぱこれ。怖すぎるんですけど。進化すけどなんだ。何使ってよくね。出た。いや呪いがやっぱあるんだよ。やばい、フェニックスお願い、あんまり前に行かないで。カツンからの熱い。いやいいギャングすぎるが、いやそう枯渇に呪いが入ってんだよな。めっちゃ緑が好き。いやなめまります。気持ちいいやなめで。ふいおい、キング持っていきますよと。防衛がしんどいからめっちゃ攻めてくるんでしょうね。怖っ。アダムは枯渇ジャイ、わかんないな。同じようなデッキの可能性もありそうですが、うん、いや同じかもね。ちょっと違う。まあ進化を貯めるとこからね。あーなんだ、あーやだな。ムートメガゴスケジャイ、これ熱いな。なんかミリ残りフェニー
やってこい。いいね。ああまあ意味ねえか。まさかのね。まあ今のはね、ザップを打たずに許容してからの端前ゴブジャイもあれば、まあ完全に今みたいに抑えるパターンと、まあ2パターンあったんですけど、まあ余る方にしました。進化ザップ貯めてからでいいかな。スキがね、ちょっと厄介ではあるが。今何なんだ、ジャイなのかな。相手の主軸が難しい。進化ボンバーなら変わりないと思うんですよね。これあれじゃね、なんかスパーキーのさ、アホが痛すぎんだろ。ブッパタイム来た。やばっ、その矢の雨良すぎる。いやーまあまあまあ、ゴブリン生まれるのちょっとでかい。でブラスターだからはみ出る。でかい。いやめっちゃいい。流れが来てはいる。文句がなんか俺のデッキにはそんな刺さんないっす。まあ形組んで考えよう。さよなら。うわい、やばこの矢並みやばすぎんの、気持ちいいな。ボンバー行くフリからのね、結構形組んで無理やり突破いけるもんだな。すけえ、なにこれ。え、早くね、防衛クロス。珍しい。ゲームを間違えたようだ。建築ロワイヤル。まあ適当に進化試させていただいて。やだな。いや、嫌すぎるな。アイスウィズ型の方が嫌だったりするかな。まあ進化テスラか、突破できるかな。まあこれは暇の手札回しですね。呪文でも600削った。やだなーこれ。ネチネチした試合が。まあこっからね、めんどくなっちゃうんすけどね。進化ですらなんで、まあ、できないしな。
結構前のめりだね。ああ、マジつまんねえな。建築ゲームされてる。まあワンチャンありそうか。うん。まあでもテスラ立てるだけだからな相手。それも進化ザップを貯めなきゃアイスイーザの突破が絶対できないんで、マジその別にやってくんねえかな。ね、本当に別にやってほしい。クララはやめてほしい。クララはがしたい。もう進化テスラを咲かせたのでかいなこれ。こん次マジであるぞ。うん、キモい。本気で。これ次やってほしい。もうテスラ立てるだけやん。なんやこれ。なんやこれ。まあこれは全てがテスラが悪い。テスラとクロスバーをクラロワから排除するやつ。こんなことはありえない。ゴブリンめっちゃおるけど弱すぎる。なんでどうなってんの本当に。もう無理ゲーか。ああ別ゲーだ。クロスボは本当にダメ。あれはもういじめだからな。普通にマジで良くないんだよ。あー、地下デッキって同じやん。同じパターンあんのか。同じか。いやマジでちょっと流行ってんのだね。やば、はいよ。プリンス早すぎだろ。どうなってんだ。いやミラー対決か。ミラー対決のコツはまずは進化ザップを最速で回すこと。あとはなんだ、うん、相手が先に攻めてくれたら美味しいんだよな。いやーこれね、どっちでも行ったっていいんですけど、これを守ってカウンターゴブジャイもね結構強かったり。いやこれフェニー先に行かれるのよくね。シンクサップ使っちゃったのもったいない気もするんですが、また貯めればいい。ネチネチ。いやこれフェニーからでもよかったんだよな。そう、俺のさっきまでの戦い方なら。
やば。これでも美味しいけど、俺の陣地で処理できる。うん、もうこれでいい。まずいねこれ。進化ザップサイクルかな。終わりそう。いや、よく耐えたか。なんだこの脳筋は。俺がさっき、いやこれやばいな、その戦い方。ケツゴブシャイ、こんなに俺と立ち回り違うもんな。ケツゴブシャイしてプリプリつけてレイジー、ゴリラじゃないですか。こんなゴリラムーブなの。いやこれ右でやっていい、正直俺は。え、でかっ。ダメージ逆転した。よし、危ね。差し違い。いやー怖すぎんなーこのデッキ、強すぎる。さあというわけでこちらも形組めば強いです。はい。形組んだけは気づいたら勝ってるデッキです。皆さんも使ってみてください。チャンネル高評価もお願いします。押したのに。